じゃあ行きますか。時刻は12時を回りました。聞くだけで整うラジオ、気ままにヨガライフの時間です。はい、今日から始まりましたすみません、緊張してます。緊張してますか？はい、はい、今日から始まった番組なんですけれども、はい、聞くだけで整う気ままにヨガライフということで、はい、はい、もうズバリもうヨガの話なんでしょうかそうですね、まあ、基本的にはヨガっていうことで、うん、はい、でヨガって、まなみさんどうですか、なんかイメージとか。私のヨガのイメージは、うん、やっぱあのポーズとって、あのヨガマットを敷いて、はい、ポーズとって、はい、みたいなイメージ、なんかちょっと、うんうん、そうですよね大体皆さんね、やっぱりそういうポーズをとってとか、あと美容とかのでやるみたいなイメージだと思うんですけど、やっぱヨガってすごくこの語源っていうのが、なんかユジュとかっていうのがこうサンスクリット語がよあの語源なんですけど、でつながるっていうの意味があって、でやっぱ心と体をがつながってるって、まあよく聞くと思うんですけど、それをなんかこう整こう、うん、自分の中のその心を見ていくみたいな感じで、なんか瞑想できる体を作るためにそういうポーズを取ったりとかっていうのをやっていくっていう感じなんですけど、はい、うん、なので、まあ、今回はね、ラジオでポーズ取るわけではないのでそうですね、まあ、どちらかというとヨガ哲学っていうところの部分から、はい、心と体のつながりをっていうところをお話しして、はい、どうやったらこう自分の心見えないじゃないですか、うん、を整えていったらいいのかっていうのを含めてちょっとお話できたらなと思っております。はい、ありがとうございます。では今日は 初めての番組なので、はい、ちょっとせっかくなので自己紹介も実施していただけたらと思います。はい、そうですね、今日5月5日なんですけど、はい、なんと息子の誕生日なんですね。ありがとうございます。はい、なかなか日に、はい、そうなんですよ、に、まあ、番組始めさせていただくっていうのも、はい、なんかすごくご縁だなと思って、うん、なんか今日すごくなんか自分の中ではめでたい日、はい、母親になった日でもあるので、はい、な感じで、はい、はい、自己紹介させていただきます。ですね、那覇市首里の方で、骨格調整ハグハグという心と体のバランシングサロンというサロンを開業して今年で丸12年で、はい、ハグハグも5月の誕生なんですよ。うん、じゃあ5月は結構なんかアニバーサリー、そうですね。でラジオはまあたまたま5月からっていうことで、はい、今日から始めさせていただくんですけど、うん、なんかすごく自分にとってはなんかもう記念な5月っていうか、はい、いいですね、はい、始まりがなんか結構いろいろ重なって、そうですね、はい、うん、なんとハグハグはまあ5月20日っていうことで、はい、うん、スカイツリーの誕生と一緒っていうことに一応引っ掛けてはそうなんですよ。まあね、日本一、はい、まあ、東京タワーよりも高くなったっていうところで、うん、まあ、てっぺん目指しサロンオープンしたっていうところなんですけど、はい、初めは13年目入るんですけど、うん、それサロンオープンするまでは会社員としてバリバリキャリアウーマンで働いてたんですね。そうなんですね。はい、そこでちょっとまあ何でしょう、ワーカーホリックっていうか、もう仕事大好きでっていうところで、まあ、仕事も仕事は恋人みたいな、ああ、そうなんですよね。で仕事も大好きだし、でも、まあ、家事も育児もっていうところで、うん、なんか欲張っちゃったんですよね、うん、でなんか旦那さんにお願いすればいいんですけど、なかなかお願いできず、うん、なんか全部自分でやっちゃうみたいな感じで、でそれでちょっと体壊しまして、はいはい、でその時に骨格調整に出会って、うん、ですごく体が整ったんですね、はい、それで、あ、なんかこんなに整うんだったら、うん、なんか自分もなんか家族とか大切な人を癒せる仕事にしようって思って、うん、まあ、一度復職したんですけど、ちょっともうボディワーカーの道にっていうことで、はい、入っ
ってやりました。はい、そこからなんかじゃあそういう資格とかも取ったりしたんですか、はい、資格というか勉強、うん、そうですね、うん、まあそれまでは一回この在職中というか会社員時代にたまたま本屋さんで、うんはいオーラソーマって知ってますか、まなみさん。あ、聞いたことあります。でもどんなやつですか、うん、はい、2色のこうカラーボトル、はいはい、100本ぐらいあるんですけど、うんうん、その本に出会ってなんかもうピピッと、うん、あ、これなんか自分の天職かもしれないと思って、うん、なんか立ち読みしただけだったんですけど、うん、なんかすごいそれやりたいと思って、うん、で会社員時代に一応なんかこう何でしょうセミナー受けて、まあ、退職した仕事、うん、転職、あ、その時はなんかもうないんだったら沖縄に持ってきたいっていう勢いぐらいな、はい、なんかすごいハマってしまったんですけど、でもまあ沖縄にあるよってお友達から聞いて、うん、でそこで通って、うん、なんか資格取ってっていう感じだったんですけど、まあ、それはやらずじまい、うん、でまあボディワーカーの道に進むにあたって、はい、やっぱりそれはやりたかったことだからっていうことで、まあ、オーラソーマーもやりたいと思いつつ、まあ、はい、まずはその骨格を整えるっていうことをやろうっていうことで、はい、ちょっとその弟子入りというか自分の体も2年ぐらい、はい、もともと側弯症っていう、ありますか、はい、背骨がちょっと曲がってしまってるっていう感じで、はいのだったので、うん、なんかそれでこう何でしょう体調崩したのかなって思って、うん、でその時にこう教えてもらって出会ったので、うん、はい、で2年ぐらいそこ通って本当に良くなったんですよ、うん、なので、まあ、まずは骨格を、はい、体の土台じゃないですか、うん、やっぱり骨、はい、はい、なのでまず骨格調整を学ぶっていうことを2年ぐらいそのサロンで、うん、でまあ入ってやって、でそこからまあ独立するっていう時に、うん、骨格も大事だけど、うん、なんか来てるお客様が、うん、なんか同じまあ、骨格調整耳鳴りとかも頭蓋骨を調整したりして整えたりするんですけど、うん、なんかまた繰り返してきたりしたんですね、はい、うん、なんか他にいい方法ないかなと思った時に、うん、あ、なんか体ってやっぱり食べたものでできているから、うん、やっぱ食べ物大切かなっていう時に、はい、薬膳に出会って、はい、で開業する前、まあ、する前というかちょうど同じタイミングでちょっと薬膳師の資格を取ってっていうところで、うん、はい、やってってる、すごいなんかいろいろそうですね、そうですね、骨格調整とか以外にも、あ、はい、そうですね、最初の頃はそう骨格調整、まあ、土台と、はい、食べることで体を整えるっていうことで、うん、食事のアドバイスだったりとかっていうのをしてたんですけど、はい、ちょっとしばらく経つと、うん、なんかそれだけでもなんか何でしょう癒されないっていうか、良くならない、まだお客様いらっしゃった時に、うん、なんか感情の不調とかが、うん、なんか何でしょう中の不調、はい、あ、これなんか確実にもうやったけど、うん、なかなか改善しないなって言った時に、なんか感情だったりその意識見えないそのエネルギー的な不調なんだなっていうのに思って、うん、なんかそういうなんかないかなって思ってた時に、またなんか来てたお客様の紹介でこういうのあるけどっていうことで、うん、ボディートークを紹介されて、うん、はい、はい、ボディートークって聞いたことありますか？そうですよね、はい、ボディートークは意識に基づくエネルギー療法なんですけど、うん、なんでしょう近反射をとって、うん、こう体の声を聞くみたいな感じなんですけど、うん、見える系とかそういうのではなくって、うん、はい、ちゃんとしたもんこう、うん、なんでしょう、あ、カリキュラムっていうか、それも、あ、はい、教会もちゃんと、まあ、そうですね、はい、だから誰でもできる、なんかあなた見えるからでしょとか、そういう力あるからでしょとかってよく言われるんですけど、そうじゃなくって誰でも学べばできるっていう部分なんですけど、はい、そこのでお客様を聞いた時に、あ、最初どうなのかなと思って説明、うん、回、まあ、ホームページ見て説明会聞きに行ったんですね、はい、うん、そしたらなんか、あ、すごいなんかこう私が探してたのこれかもしれないってもうピタッと来て、はい、なんか今まで学んだことが全部ここの中に集約されている
あのシステムだったんですね、はい、例えば薬膳学んだんですけど、うん、その中薬膳って中国伝統医学っていう、うん、中医学っていうのがベースになってるんですけど、はい、その中の五行という、はい、ちょっと難しい言葉言ってるんですけど、五行とかっていうのも入ってたりとか、はい、あとまあからさっき言ったオーラソーマの中でいう、うん、はい、あのチャクラ、はい、もう聞いたことあります。まあヨガっても色は、はい、そうですね、みたいな話、うん、で、あって、なんかそれも入っててとかっていうのがあって、はい、何これって、もう絶対やって、あとなんか星読みとか、ちょっと惑星、はい、宇宙が好きなんですね。そうなんですよ。そしたらなんか惑星とかも入ってて、なんか何それ、それをそのエネルギーを使ってなんか整えるというか、はい、だから。人の体ってすごいなと思ったのが、うん、やっぱりこう言われるのが、はい、なんか宇宙、うん、なんか宇宙があるじゃないですか、はい、外の、うん、で人間の体は小宇宙って言われてて、うん、なんかその中に全部いろんなものが入ってて、はい、っていうのがなんかもう全部がこう何ですかね、あ、凝縮されたシステムだったので、うん、もう習うって言ってこう1年かけてこう取ってっていう形で、うん、はいはい、やってってるところでした、はい、ここでちょっとコメントが、はい、今収録なんですけど、はい、収録中に、今ライブ配信をしていて、はい、それを見てくれているリスナーさんから、はい、コメントが来ているのでちょっと紹介しますね。はい、ひふみさんっていう方から、はい、おはこんばんちはごっくんちょ新番組おめでとうございます。ありがとうございます。ひふみさんも骨格調整に通ってますよっていうことです、はい、あ、そうなんですね、うん、結構ね、最近なんかやっぱり骨格調整通われる方も私の周りにも増えたのかなっていう感じがするんですけど、うん、ね、まなみさんも最初お会いした時に首にシップ貼ってたんですね。対面でお会いした時に私ちょうどこの右肩やられてくれたこのレシップを貼ってるところを職業病でなんか気になって体触っちゃいそうになっちゃいましたけど、今の話聞いてても、なんかこの骨格で、うん、あのさっきこの片頭痛とかも、はい、なんか頭蓋骨をどうこうみたいなのあったじゃないですか、はい、なんかこの、ね、肩こりが私すごいひどいんですけど、肩こりから来る多分いろんな体の不調ってあるんだろうなっていうのを、まあ、今回このタイムリーに首を痛めたところからすごい感じたので、今の話聞いてて、はい、やっぱりこの健康ってなんかすごい大事だよなっていうのと、はい、このその上で骨格を整えるって、やっぱ重要なんだみたいな、はい、そうですね、思いました。やっぱ土台なので、なんかマッサージとか行くと気持ちいいんですけど、はい、やっぱりこうまたこう、はい、痛くなっちゃうみたいな、肩こりの方とかよく揉んでもらったりとか、はい、ね、なんかそんな慢性的なものじゃなければ、はい、そういうリフレッシュするマッサージとかすごくいいことなんですけど、はい、なんかやっぱり慢性的なものっていうのはやっぱりどこか問題がある、はい、それが骨かもしれないし、うん、で、まなみさんは良くなったからなんですけど、うん、前に紹介していただいた方が、はい、あの腕が、まあ、40肩50肩の方もなんか結構いらっしゃって、はい、で最初骨格調整とかで来られる、うん、たりもするんですけど、はい、痛みは取れたんですけど、うん、なかなかやっぱり上がらないっていうか、こう可動域が広がらないっていう方がいらっしゃって、はい、それをじゃあちょっとボディートーク、うん、まあ、骨格調整も一応絡めながらではあったんですけど、うん、ボディートークしましょうかっていうことで何とかさせていただいたら、うん、あの、はい、もうスッと上がるようになってっていう形で、肩ってよくこう責任感とか背負うっていう風があるじゃないですか、うん、のしっかりこう肩叩きじゃないんですけど、はい、のがあって、やっぱそういう意識、なんか自分の担ぐ以上の荷物を担いでしまったりとか、うん、責任を担いでしまうとやっぱりそこに来ちゃうとかっていうのがあるんで、なんでそこまで責任感強すぎるのもやっぱり良くないじゃないですけど、うん、ね、なんかそのあ、そうかって、自分がそこまでこう担ぐ必要ないんだなって思った時に外せると、気づきが出るとずっともう、はい、があったりとか、本当その意識だけで体のバランスが変わっていくっていうところなんですけど、面白いですね。はい、はい、ここでちょっと一旦 CM に行った後にまたいろいろお話をしていこうと思います。はい、はい、じゃあお願いします。お送りしている番組は気ままにヨガライフです。はい、はい、
今日から始まった新番組なんですけれども、前半では結構この骨格調整みたいな話をいろいろしてきて、ひふみさんからちなみにコメントもまた来てたので、紹介しますね。骨格調整って本当に素晴らしい施術ですよね。ありがとうございます。通ってるからよりわかるんでしょうね。そうですね。で、まあ、後半は、名前にもあるひふみヨガライフ、そうですね、ちょっとヨガの話を聞いていきたいと思います。そう、なんでヨガかっていうところで、このちょうどコロナに入る前に何かしらなんかすごい自分の中でなんか人生こんなに落ち込むというか、なんか不安っていうのが出てきたんですか。なんでこんなに不安っていうか、何の不安なのかも分かんないんですよ。なんか漠然として、なんかこのまま行ったらなんか自律神経病むぞっていう感じに来てて、なんか友達とかは、いや更年期じゃないと、まあそういうお年頃だったなんてだったんですけど、って思った時に、なんかバガバッドギーターを読もうっていうのがなんかふっときたんですよ。新しいワード。私実はヨガを7年8年ぐらいですかね、通ってて、その通った目的も瞑想がしたいっていうことで、なんかどこか瞑想を教えてくれるヨガないかなっていうことで、探して通ってたんですけど、でその時に、ヨガ哲学もちょっと教えてくれる先生で、でその時になんかこうおすすめの本みたいなことで、ヨガスートラでしたかね、インテグラルヨーガだと、あとそのバガバッドギーターととかっていう感じで、で、使う教本みたいなのはインテグラルヨーガだったので、その時はその本を買ってやってたんですけど、その落ち込んだ時にふと本当にバガバッドギーターを読もうってなったんですけど、なぜって言った時に、その教えてもらった時に、そのバガバッドギーターっていうのはマハーバーラタ、ラーマーヤナの、これ世界三大叙事詩の中の長い、もう最古の叙事詩の中の一節だっていう風に先生がおっしゃったんですよ。で、私高校の時に世界史取ってて、その時にこのマハーバーラタ、ラーマーヤナっていう言葉がなんかすごいなんか楽しくって、響きがなんかすごい覚えてて、なんか部活行った時もなんか今日こんなの習ったよねってすごい言ってたのを自分の中ですごい思い出して、だからいつか読もうってその紹介された時に思ってて、そしたらなんかその不安な時に何か知らないんですけど、その読もうっていうのかなって、それでアマゾンで探して、ちょっとアーカイブの方は、見れると思うんですけど、このアマゾンで探して、いくつかあったんですけど、これを買って読んだんですけど、なんか多分意味はあんまり分かってなかったと思うんですけど、なんか読み終わった時に なぜか不安が消えてたんですよ。読んだだけで、なんで消えたかよく分かんないんですけど、なんか消えてて、でそれで一応一旦終わったんですけど、だからなんかその後コロナがやってきて、皆さんいろんな不安とか出てきたと思うんですけど、なんか私はもう全然コロナの不安っていうのは全くなかったんですね。逆にコロナでこういうオンラインとかいろんな恩恵を受けたので、私にとってはもうコロナは全然怖いものでも何でもなかったっていう感じなんですけど、でそれからなんかいろいろあって、実は今学んでるのがこっちの、こちらの、違った本なんですけど、先ほどのはなんかヨガのインストラクターの先生方が読む教本っていうことでなんか広まってられてるみたいなんですけど、今これを新しく学んでるのが、もう2年ぐらいちょっとこちら学ばせていただいてるんですけど、でここからで、なんで消えたかっていうのが、この時分かったのが、これはもう何でしょう、ちょっと言い方あれですけど、神様が語った言葉、この長い叙事詩の中でこのバガバッドギーターの説っていうか章の部分だけは神様がその科学っていうか、この神の科学なんですよ、を語られてて、でそれがまたボディートークとくっついていくんですけど、意識の科学みたいな形で、なっていくので、ぜひこの不安とかっていうのをなぜ消えてったかっていう、ちょっと奥深い部分なんですけど、そういう部分で、それがちょっと、いろんなヨガあるんですけど、さっき言ったアーサナをするヨガもあったりとか、あと知識のヨガとかっていうので、サンキャヨガとか
とかアッシュタンガヨガとか、はい、あるんですけど、まあ、今学ばせていただいてるのはバクティヨガって言って、もう本当に愛、献身奉仕愛のヨガっていう感じなんですけど、うん、のを、はい、皆様にこれからちょっとお伝えしながら整えるっていうことをやっていけたらなと思っています、うん、じゃあこうやってラジオで愛を、はい、そう愛のヨガを伝えることで、はい、気ままに、そうですね、やっぱり自分、やっぱり愛ってじゃあどこって言った時に、やっぱりその自分の中のやっぱ自己愛っていうか、自分を大切にっていうところに入っていくので、そうですね、そこを、はい、やっぱり本質、自分の本質を知っていくっていうところが一番だったんですよ。今日ちょっと話通ってて、本当は一番こっちも伝えたかったところだったんですけど、まだ大丈夫ですか？その会社員をその休職してた時に出会った本が、この人生の暗号っていう村上和夫先生も 2年前かな、亡くなられたんですけど、あの遺伝子のすごい権威の先生だったんですけど、この中にこの病気とかその具合が悪くなるっていうのは、なんか考え方とかこの人なんでしょう、捉え方、人生の生き方とかっていうのがちょっと違う、うん、自分のじゃ本当の自分とずれてないかっていうののシグナルだよっていうことが書かれてたんですね、はい、なので、あの時私すごいなんか我慢してて、うん、なんかこう、これを今我慢すれば未来こうなるんじゃないかって、うん、やっぱ今に生きてなかった自分と、はい、未来をだけは、ね、本当に何でしょう、自分がしたかったこと、楽しかった仕事も楽しかったんですけど、うん、でももうそこじゃなくなってるのに、うん、なんかずっとそこに居続けようとしてたみたいな、ちょっと、はい、あ、もう本当に自分とずれてないかなっていうところで、本当に ここからなんか本当にボディーワークっていうかの道に進むきっかけにもなった本だったので、はい、なんか皆さんにもなんか健康ってやっぱり本質、自分とずれてしまってないかっていうところをなんか一緒にラジオ聞きながらやっていけたらいいかなって思ってます。なんか私もあの現代人本当に忙しいなんていうんですか、みたいなイメージがあって、はい、でその分やっぱなんていうんですか、もう 情報量もめっちゃ詰め込まれてみたいな感じで、はい、ね、本当になんか本来やりたいところから道ずれてないかみたいなのが、はい、私含めて多いんじゃないかなってすごい思うので、うん、そういう人たちにぜひ届くといいですね、はい、そうですね、はい、ということで、もう残り時間あっという間に残り2分になりました。どうでしたか、初回。初回なんか ぶっつけ本番大丈夫かなと思ったんですけど、はい、なんとか、はい、でもこんな感じで、はい、また来週、次回は、あのこのバクティの今かかってる曲の分なんですけど、の学ぶきっかけにもなった歌うヨガの先生、はい、歌うヨガにも書いてるんですけど、はい、それもなんか行こうっていう、まあ、ちょっときっかけをまた次回話しつつっていう感じで、ゲストにお呼びして生音で、はい、ウクレレ弾いていただきたいと思ってる。あ、違い、間違えた。ごめんなさい。それは、それは再来週ですね。来週は、来週はまた別の方、はい、そうですね、このバクティコミュニティっていうか、はい、ラジオをやるきっかけになった先生、はいはい、また素敵な先生を、はい、これはズームでつないでっていう形なんですけど、はい、じゃぜひぜひ皆さん、はい、ね、よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。